special one to the continental. But this really is a girl in battle.
私たちの愛に何が残されているのって、もう何も残ってないわよっていう、さすがフランスの、まあ、昔の映画ですね、映画の曲でもあったんですけど、シャンソンで、で、まあ、英語で I wish you love は、別れても思い続けるのみたいな優しい感じにこれは英語で訳されたんですけれども、そういう曲を聴いただきました。 Our harmony was lost, you forgave my fortheWhat?
ファーストセットの最後ですよね。はい、インストルメンタル、はい、じゃあお願いします。はい、では、ステージで最後になります。ナオコが、歌が入ってないインストルメンタルの曲なのに、ナオコたっての希望で、このナンバーが入りました。確か、それこそ中学高校の頃ですね、ビッグバンドを聴いてかっこいいと思った頃に、演奏し先輩たちが演奏していた曲になりますけれども、お届けしたいと思います。
で気が回らなかったんですけれども、すぐね格好だけでも赤をちょっと取り入れてみようかなって思ったんですけど、みんな控えめな赤でなかなかクリスマスカラーって感じではないんですけれども、あの私もちょっとヒイラギかなと思ってドレス着てきたら、これヒイラギじゃなかったですね失笑なんですけど、あの何ですかこれというわけで、次のボーカルを、曲をいきたいと思います。次はですね、ブラジルのアントニオ・カルロス・チョビンというあのもう 大御所ボサノバの方がいるんですけれども、その方が書いたコルコバードという曲で、あのリオデジャネイロにある小高い 700m ぐらいの丘のコルコバードの丘というのがあるんですけれども、そこからあのイエス・キリストの白い大きな像が見えたりとか、とてもあの景色が良くてとても美しい場所があるんですけれども、そちらをあのブラジルのボサノバクロス・チョビンが曲を作りましてそしてあのとてもビッグバンドのアレンジでとっても素敵なあのアレンジがありまして、ボブ・ミンツァーという方なんですけれども、そのアメリカのボブに小指さんがメールを出しまして、このコルコバードの船をぜひ譲ってもらいたいとボブに直訴しましたら、あいいよあげるよってくださいまして、あげたであのこの曲を、ということが聞いてくれました。聞いてください。ここは。Sure.
思いますので、今後とも長い付き合いと思います。どうぞよろしくお願いします。